はい、どうも隊長の龍でございます。スシローさんにねやってきました。禁断の一皿90円キャンペーン開催中ということでしたね。はい、黄色いお皿が90円、税込み99円ということでね、結構にぎわってました。はい、それではね早速ね食べていきたいと思うんですけども、久しぶりに来たのでね、あ、これも食べたい、これも食べたいってねバンバン注文してたら、あのカウンターにね座ったんですけども、いっぱいになっちゃいました。はい、まず手前あんきょうです、それからサンマ、赤貝、いつもね粒貝頼むんですけど、この日は赤貝の気分でした。ブリです。はい、寒ブリでしたかね。はい、イクラです。イクラちょっと量が減った気がします。減ってなかったらごめんなさい。ブリのね高いやつを頼んで、多分ね中トロだと思ったんですけども、それをね2つ頼みました。赤身、それから大トロですよね。はい、このね大トロに期待したんですよね。あの黒い皿で高いんでね。はい、そしたらね、ここだけの話なんですけども、これあんまり美味しくなかったです。はい、いつもはねちゃんと美味しいんですけども、たまにね10回に1回とか20回に1回ぐらい外れる時あるんですよね。なんでなんでしょうかね。はい、まさにね今映ってるその上の黄色い皿の99円の方のね、そっちのマグロの方が、多分中トロだと思ったんですけども、そっちの方がね全然美味しかったです。はい、で全部食べ終わりまして、お皿がねテーブルからなくなったら、このポップがね出てきたんですよね。はい、注文してる時はねもう画面の方にね夢中になってこう注文してたんで、こう目の前のねポップに気づきませんでした。はい、寒ブリ3種食べ比べということでね、ブリを知り尽くす富山寿司人流寒ブリ3種食べ比べ、これ絶対美味しいやつですよね。はい、左からちょっと見ていきましょうか。玉ねぎ入り特製タレでつける、絶対美味しいですよね。はい、真ん中特製タレでつけてサクッと揚げる、これも良さそうですね。はい、一番右叩いてたくあんと和えるということでね、あのトロタクとか、なんだろう、タクトロとか言って、あのほらマグロのネギトロとあのたくあんをねあえたやつ、よく好きで食べるんですけども、それのブリバージョンってことですよね。もうこれは絶対頼むしかないと思いましてね、はい、注文しました。これうまいな。最後叩いてたくあんと和えるってやつをねいただきましょう。いやー、うまかったですね。ごちそうさまでした。寒ブリ3種食べ比べ、めちゃくちゃ美味しかったです。そのままでもね、うまいのに、さらに手を加えて、別のうまさをね、引き出していくという、素晴らしいですね。はい、今の世の中、美味しいものであふれていますね。ありがとうございました。茨城ガラガラ探検隊、隊長の龍がお送りしました。またお会いしましょう。バイバイ。